急げー。やばいよアベル、もう時間がないよ。必要なものが多すぎて手が足りないよー。ということで、今回はこちらのゲーム、60セコンズ、というのをやっていくよ。60秒？一体何が60秒なの？核爆弾が落ちてくる時間だよ。え？そう、このゲームは核爆弾が落ちた後の世界で、どう生きるかというゲームなのです。わーお、なかなか斬新で面白そうなゲームじゃない。そうでしょそうでしょ。さて、やりますか。今からこの世界に、核爆弾が、絶望的すぎるな。これ初級と中級どっちがいいかな。初見で中級はさすがに厳しいんぜ。じゃリトルボーイってゲーム始める押しちゃったー。何してんだよ。どうせわざと押したんでしょ。え？難しい方を選んで追い詰められたい。っていう M 心が働いて。アテネは僕をなんだと思ってるの？やばいやばい始まっちゃうよ。60秒の間に物をシェルターに運ぶのね。間に合うの？絶対無理絶対無理。奥さんと子供2人はまず運ぶとして。うおお、カウントダウンスタートだ。食料や水も重要だよ。そうだね、一旦これをシェルターに運ぼう。あれ？へ？シェルターあるの反対側だったー。おいー、ただでさえ時間がないっていうのに。そして、娘を運んどこうかってものが邪魔だよ。あー、刻一刻と時間か。っていうか娘重たいな。一人で3つ分も占領しおって、あとはそこの男の子も。食料以外にも、持っていけるものがあるみたいね。銃だ。シェルターに入れましてと、あ、そうだ、ガスマスクも持っていかなきゃ。ほう、ガスマスク、これを使って、地上に食料調達に行くってわけか。そういうこと、あと地図も持っていき。食料と水があんまり持っていけてないような。ああ、時間か、これがラスト回収だ。水を回収するのよアベル、ラジオなんて回収してる場合かおい。でも、シェルターは暇だろうし、この水取ってシェルターに行かないとやばい。核爆弾か。セーフ。一体これからどうなっちゃうんだ。シェルターでの暮らしが始まるってわけだ。なんてこった。あの食料と水で、何日しのげるかだね。わーお、一日目のスタートだ。ここで生活していくのか、精神的に狂っちゃいそうだな。ふむふむ、スーツケースをなぜだか持ってきてたみたい。それで、中には何かの本が入ってたと、運がいいね。缶を枕にし、缶と会話をする？すでに缶と会話をしている者もいるようだ。一日目から頭おかしくなっちゃってるよ。これはなかなかやばいぞ。そして、食料と水の分配。これがかなり重要になってくるわね。あげすぎたら、後々足りなくなるだろうし。初日は子供たちだけにあげようと思います。なるほど、大人たちには耐え忍んでもらうと。まあ。バーベキューグリルダメにされたんだ。でも今頃お隣さんは、ナムナム。いや生きてる可能性だってあるからね。まあ、こんな世界絶望しかないけど。いつか救われる日が来ると願って、生き続けるのよ。そうだね。2日目。特に変わった様子はないか。男の子のテミーは、ずっと本を眺めてるみたいだけど、読みたいのかな。そりゃ、何もすることないだろうしな。実際に待ち受けているのは残酷な現実。自由なことが当たり前じゃないってことだね。わかってんのかアベル？なんで？で、みんな大丈夫そうだね。食料と水を、どう分配していくかだけど、何か考えはあるの？まあ、そうだね。腹減ったやつに適当にあげていけばいいかなって。こりゃ10日も持たないな。いや。そして、今日の分配は？食料が心もとないわね。これは節約しながら使っていかないと。テッドとドローレスは昨日食べてないから、食べてよし。そんな使っちゃって大丈夫なの？まだ2日目だよ。当てねえよ。食料調達のことを忘れてやいないかい？ああ、そういえば、アイテム探しに行けるんだったね。うむうむ、これがあるから大丈夫ってわけだ。そして、誰にアイテム探しを活かせるか。メリー・ジェイの荒れ地に出るのは朝飯前って、勇敢すぎないこの子？というか、一応全員が外に行く気満々みたい。誰を活かせるかによって、何か変わるのかな？ケミーはあまり物を持てそうにないよね、知らんけど。まあ、とりあえず明日探しに行こう。誰かに見られてる？これは、撃退するかしないかってことか、そやするに決まってますよ。でも、このシェルターのどこから監視してるんだろ？謎だ。3日目、ちょっとペース上げていきますか。
そうだね、このペースだとかなり時間かかりそう。変わった様子もないし。ネズミか何かがいたのかな。みんな喉もお腹も空かせてないね。ずっとお腹減らなければいいのに。それが理想だけどねー。分配のお時間です。慎重に分けるのよ。子供たちには食料あげとくか。これ絶対食料なくなるぞ。あ、外に行く人を決めましょうか。僕はメリージェーン推しだね。朝飯前とか言ってたからね。私もメリージェーンでいいと思う。よしよし、ゴリラちゃんで決まりと。おい。で、何を持っていかせるかだ。やっぱりここは、ガスマスクが妥当なんじゃない？でも、荒れ地に行くの朝飯前なんだよ。ガスマスクいるかな？いやね、この子もれっきとした女の子だからね。お前と違って勇敢な子なんだよ。そうですよね、すみません。それじゃ、これで行こう。無事に戻ってくることを祈って。4日目。メリージェーン、食料は頼んだぞ。子供に食料調達に行かせる大人たち。実際にいたら、かなりのクズじゃない？いや、メリージェーンが大人を超えてしまったと考えるべきなのでは？確かに体格は超えてるけど。何？ああ、パイプが壊れちゃったのか。緑の液体って、絶対ヤバいものが流れてるよ。5日目。メリージェーンはまだ帰らないか。まさかの外での塾？なんで一人でサバイバルしてるんだ。戻った時には、野生のゴリラになってそうだな。おい、みんな異常はないけど、娘のことも心配してやってくれ。人間自分が一番可愛いからね。へえ、ドローレス、お腹すかしてるの？激おこだよ。これさ、分配のところでスープあげるんじゃダメなのかな？確かに、それで解決しそうだけども、一応これ選択肢あるからな。さすがに缶詰1個消費は厳しいっすよ。まあそうだよねー。じゃ、ドローレスには我慢してもらおう。ドローレス、今後のために我慢してくれ。6日目、メリージェーン。本当に帰ってくるんだよね。やっぱり子供一人ってのは無理があったんじゃ。でも、メリージェーンが戻ってこないと食料が、ああ、ジミーとテッドが水を欲してる。あと水ってどれくらい残ってるの？これくらい残ってます。メリージェーン、早く戻ってきてー。お水がなくなっちゃうよ。7日目。この音って、メリージェーン。メリージェーンが戻ってきてくれたぞ。信じてた。俺は信じてたぞ。ほんとかよ。それで、アイテム探しの収穫は？そうだね。水が乏しいから。というか、メリージェーンボロボロだな。まあ、3日ぐらいの熟してたわけだし、よく頑張ったよメリージェーン。メリージェーンが可愛くは見えないな。お前女の子なら誰でもいいんじゃなかったの？そんなわけないでしょ。だがアテネならいつでもカモンだぜ。いいから早く進めてくれない？はひ？お、水を2つ持って帰ってくれたのか。やるねー。だけど、それでも水は全然足りないよ。そしてスープ缶を2つと。このままアイテム調達を繰り返してたら、なんとか生き延びれそうだね。あ、いや、いつか誰か戻ってこなくなるのか。そんなことないよ。で、懐中電灯とキコリオの、メリージェーンちゃんめっちゃ頑張ってない？さすが、自信満々なだけはあったわね。これで武装は完璧だ。さあメリーちゃん、ターンとスープを食べ。早いところメリーちゃんには、もう一度アイテム探しを頼みたいわね。いや、メリーちゃんすっごいボロボロなんだよ。何鬼みたいなこと言ってるんだよ。冗談だってば。なに？どういうこと？つまり、ラジオを聞いて今の状況を知ろうってことなんじゃ？知らんけど。なるほど、確かに今の外の状況が全くわかんないからね。8日目、今日は誰かをアイテム探しに出さなければ。大人の2人のどちらか、だね。メリージェーンは相変わらず疲労状態と。当分は休ませた方が良さそうだねー。政府が5日救助に来るはず。それまでなんとか生き延びてやる。で、どっちにアイテム探し頼む？そうだなー。実際これ、どっちでもいい気はするんだよね。まあ、2人とも行く気はあるみたいだからね。それじゃ、今回はテッドに頼もうか。娘の頑張ってる姿を見たんだし、お父さんもすっごい頑張ってくれるでしょ。というか成果がないとこのシェルターには入れん。そんな鬼畜なことしないからね。まあ、食料や水の量的にも、お父さんにかかってる。不安だなー。